はい、こんばんは、プレコです。松田プレコです。今回は、19回目のインスタライブになるんですけど、18回に引き続きですね、AI ネタでございます。新しいこと知ると試したくて仕方がなくなるんだよね。困ったもんで。で、今回は何を試したか、実はですね、チャット GPT に代表されるような、AI、実はもう今なんかあと2つぐらいね有力なのが出てるみたいなんですけども、その中の一つで、アンソロピックっていう会社が作った、クロードっていうのかな、どう発音するのかわかんないんだけど、それのご紹介をしたいと思います。まずその画面見てください。これですね。はい、引けば多分すぐ出てくる。で、私がこれを知ったのは、実はですね、この動画、よいしょ。よっこいしょ。ちょっと途中になってて申し訳ないんだけど、AI が歌い出す、日本語作詞作曲 AI、ウディオの使い方、チャット DPT、クロードと組み合わせて、いろんなジャンルの曲を自動生成で、滑舌悪いよな今日。この動画がきっかけになって、結構ね、詳しく解説してる方だと思います。でね、実際にやってみようっていうコーナーですわ。自分でね、やる能力ないんでね、人の動画がネタになってますけど。で、早速試してみたのが、この画面。結構ね、やりました。まず最初に聞いたのが、日本語で会話できますかっていう、すげえベタなあれなんだけど、はい、日本語で会話することができます。私は日本語を理解し、流暢に話すことができる人工知能です。どんな話題でも構いませんので、気軽に質問やご要望をおっしゃってください。できる限りわかりやすく、適切に対応させていただきますなんて言われちゃったら、こっちがかしこまっちゃうぐらいなんだけど、少しね、意地悪かなーっていうようなオーダーを出しました。今映ってるのがそうなんですが、日本社会の閉塞感を死にしてほしいです。おいっていう感じでしょ。で、国際的には第二次世界大戦の敗戦国としての引け目を抱いたままなのに、近代にも馴染めない。そんな詩を以下の手順でお願いします。前奏として3行のメインメロディーに乗せるし、で、感想、3行のサビ、エンディングっていう風に書いてあるんですけどね。ここはなんかね、インストを入れるとこはなんかそういう、バースって言ってたかな？なんかそういうの入れた方がいいみたいですね。で、最初に生成してくれたのがこれかな？わかりました。日本社会の閉塞感を表す詩を指定の構成でお作りしますって。で、ちょっと読んでみましょうか。夕暮れの街路樹影伸び、通り行く人々の足音遠のく、重苦しい空気が漂う。戦争の爪痕深く刻まれ、近代の流れに逆らう振る舞い、先駆けの危害を見失った国、鎖国の島国意識持ち続け、時代に取り残されるばかり、現実を見つめぬ目移すのみ、変革を求める声聞こえぬふり、前に進めず、これなんていうのかね、体制重ねるっていうのかね。で、新しきふろめく希望の扉を開けっていうの、これ何のこと言ってるかわかんねえんだけど、まあこういうのを生成してくれるわけですよ。でね、やっぱりちょっと不満があったんで書いてみたんです。もう少し生活感のある詩にしたいです。で、そしたらね、わかりました、もう少し日常生活に即した表現を取り入れて生活感のある詩に書き直してみますっつって出てきたのが次のやつ。朝夕の電車で見る光景、満員の車内に押し詰められ、沈黙と疲労が漂う。戦後の貧しき日々の名残、新しいものを拒む習性、夢は遠のく気づきやすい心、テレビに映る古びた価値観、若者の視線はそれとは、社に背く、会社は安住の牢に過ぎず、変化の風に耳を塞ぐ町内会。これ町内会っていうのは笑ったけどね、ここで出てくるかって思って。で、新時代に逆らうばかり。逆らうばかりね。で、そろそろ目を覚ますと聞きたれいで、このエンディングは一致してるんだけどね。どうなのかな、これ、多分ね、
アメリカの会社ですよね、この会社で、そこの揃ってるデータで見た日本の戦後ってこんな感じなんですよ。もうでも戦争行った人ほとんどお亡くなりになってますからね。今の、まあ私も昭和37年生まれなんで、高度成長期の生まれなんですけども、それからしてもちょっとやっぱズレがあるかなって。でね、さらにね、意地悪なこと書いてます。アメリカへの反発と依存の感情を加えてほしいです。そうするとね、答えてくれたんですよ。いきなり赤バンされるかなって思ったんだけど、承知しました。アメリカへの反発と依存の感情を加えた日本社会の閉塞感と矛盾を表す詩を書きました。で、出てきたのは、これね、朝夕の電車で見る光景、満員の電車に押し詰められ、沈黙と疲労が漂う。戦後の貧しき日々の名残、新しいものを拒む習性、アメリカ文化に憧れ嫌う。テレビに映る古びた価値観、アメリカに頼りながら反発も、会社は安住の牢に過ぎず、変化の風に耳を塞ぐ町内会ってまた出てきてんだわ、で新時代に逆らい続けながら模倣、大国の犬となり自由を失いかねず、そろそろ目を覚ます時来たれり、っていう感じではあるんですが、まあこんだけの詩を書いてくるで、修正しろっつったら修正してくるのがすげえよな。根本的にあんまりクオリティは上がってないんだけどってことで、今回は、生成 AI のクロードを、ポエムね、リリックスの生成 AI として、試してみました、ってことで、第19回のインスタライブを終わりたいと思います。ではでは、よいしょ。